最後で兄弟らしい、証明しづらい証明問題が来ましたけれども、まあ、僕もこの手の類の問題は苦手でして、ちょっと人の手を借りて解説したいと思います。で、どういう考え方をするかという話なんですが、まあ、いっぺんに4つの距離から等しい、外接円がある、存在するっていうのを、外接球ですね、が存在するっていうのは、捉えにくいにも程があるので、2つの要素に分解します。2つとは何かと。1つは、3つの点から等しい、軌跡ですね。等しい点の、距離が等しい軌跡。で、もう1つは、その3つの点のうちの1つを含む1つと、で、それ以外の4番目の点との距離が等しい軌跡。この2つの、軌跡に分解して、で、さらにその2つの軌跡が交わるところっていうのが、これが4点からの、距離が等しい軌跡と考えられるだろうというような捉え方ができるということなんですね。で、前者に関しては、今ここでは正四面体は書いてあります。OABC ですね。で、三角形 ABC があります。で、この外心を通る直線、方線ですね。外心を通る方線。まあ、直線と書いてありますが、まあ、ここのところ、三角形 ABC の底面の、ここですね、方線になっています。で、この直線を L としましょう、ということにしてあります。で、まあ、外心、特に記号を振ってませんが、この外心の点から A、B、C までの距離は当然外心ですから距離等しいですね。で、垂直ですから、まあ、三平方の定理から、例えば、今、この直線上の点 P っていうものがあったとしましょう。そうすると、PB と PA と PC の距離全部等しいですね。というわけで、この直線 L は、3点 A、B、C 間の距離が全て等しい軌跡になっています。つまり前者だということですね。冒頭で申し上げた。で、今一つは、まあこれは、今三角形 ABC っていうところに見ましたが、別にこの平面はどこでもいいんです。当然ながら。対照的ですから。で、今一つは、じゃあその3点のうち、まあとりあえず A を選んでみましょうと。まあ B でも C でもいいんですけどね。で、A と、で、残りの今考えてなかった4番目の点 O との2点間の距離が等しい点の軌跡。等しい、距離が等しい軌跡ですよ。つまり垂直二等分面、アルファっていうものを考えましょう。AD の垂直二等分面、アルファを考えます。で、そうするとですね、必ず、直線 L と P との間には、これは、交点ができます。これはわかると思いますね。で、交点 P の存在が証明できれば、つまり、今、三角形の直線 L 上に乗っかっている点であるという時点で、A、B、C からの距離が同じでした。で、さらに、垂直二等分面 α からの距離が、の点、上の点であれば、2点 O と A からの距離が等しいと。つまり、この両方を満たす交点、まあ、この図では P に当たりますが、この上の点であれば、4点からの距離、OABC からの距離が等しいということが証明できますから、まあ、これで OK だということがわかりますね。じゃあ、どうするかということなんですが、まあ、この時点で、まあ、証明完了としてもいいんじゃないかなと。まあ、頭が混乱しそうになったらですね、それで終わりにしちゃってもいいようには思えるんですが、じゃあ、配理法でですね、もし、交点を持たないと考えましょうと。アルファとエルファですね。で、交点を持たないとしたならば、これって、どういう時かなというふうに考えるわけですが、これは、アルファと L が、平行な場合ですね。平行の場合は確かに交点を持ちません。ところが、このアルファと L が平行になるということはですね、AD が三角形 ABC 平面上に存在すると、まあ、少し分かれば、考えれば分かると思います。
ある平面アルファっていうのは直線 OA に対して、ここの直線に対して垂直な平面の集合ですよね。で、当然 A は三角形 ABC と共有してますから、これは、まあ、折りたたんでいくしかないわけです。ずっと O を下に下げていくしかないですよね、こういう軌跡にとって。で、そうすると、AD じゃない、AO が、直線 AO っていうのが、三角形 ABC が存在する、平面上に存在するしかないということになるわけで、そうなったらこれ、四面体じゃすでに、もはや四面体ではなくなってしまいますから、これは矛盾だ、ということが言えて、証明終わり、ということになるわけですね。まあ、とても証明、なんていうのかな、考えづらい問題ですね。で、後半の入り法のところは、まあ、僕もちょっと距離感うまくつかめてませんが、まあ、前半部分は必要条件で考えたっていうところですかね。存在するとしたらはそういう点になるしかないと。で、後半部分は自分性について考えているということですね。入り法で。じゃあ存在するとしたならば、あるいは存在しないならばっていうところで考えて、まあ、そのような条件は、存在しない条件はありえないと。状況は。で、矛盾ということで、じゃあ存在するという考え方ですよね。まあ、なんだろうな。入試数学だけやってたら、この辺っていうのはやっぱり頭柔らかくならないですよね。普段から、まあ、数学オリンピックとか、あるいは、まあ、ブルーバックスの中でも、もう割と、まあ、入試数学から離れた問題を扱ったりとか、そういうことがありますから、日頃からそういう問題に触れてるかどうかっていうのはやっぱり出る問題なんじゃないかなと思います。今回の映像は2010年から11年度の京大理系数学の第6問、最後の問題ですね。ここに来て、まあ、京大らしい問題が出てきたな、やっと出てきたなっていう感じで、かつ考えづらい問題で、まあ、京大を想定して、しっかり対策立てていた、あるいは日頃からそういう、あ、京大だったらこういう問題出すだろう、こういう考え方を大事にするだろうな、ということを意識して勉強できる学生にとっては、差がつく問題だったと思います。他の学生にとっても、まあ、証明したいことは優しいですからね。まあ、ほぼ自明のことを証明していますから、なるべくシンプルに考えて、まあ、この問題のように必要性と十分性を分けて、必要性の部分も、まあ、知ってる限りの知識ですよね。垂直二等分線の概念と同様なものを用いて、捉えるというところで、何とかかじりついてほしいなと思います。クラスオンクラウドの鈴木でした。